はいどうもこんにちは、おもちゃんねるのたです。さあということで残りもう1ヶ月、今年ももう早いですね。2023年も12月に入りまして、いやもうほんとね、1年はあっという間ですね。まあ僕もね、こう月始めにこうやってね1日には喋ってるんですけども、言ったら12回やれば1年が終わっちゃうんで、もうほんとあっという間ですよね。はい、ということでまあ今月ね、今年最後の月ということで、新作のトミカね、もういろいろといっぱいたっぷりありますんで、皆様ねちょっと一緒にねチェックしていきましょう。あ、トミカで一応プラレールもちゃんと、あのプラレールの方もね見ていきますんでね。さあではではよろしくお願いいたします。まあかなりのね数あるんで、もうね流すようにちょっとなるべく早く行こうかなと思っておりますが、はい、こちらね新製品情報2023年12月のトミカのねページです。もう今月ほんとクリスマスと、クリスマスに大晦日とかね、もう正月ですよ、早いですね。で、はい、通常のトミカはまずこちらの2種類です。ナンバー72番の方がトヨタのクラウン、こちらが初回特別仕様がね同時に登場いたしまして、このようなねラインナップになってます。初回の方に赤と黒のツートーンで、ちょっと好みはね分かれそうな感じもしますが、なかなかねかっこいいですよね。まあモビリティショーのトミカがちょうど通常版とこの初回は足して2で割ったような、そんな色合いだったと思うんですけども、こんな感じでクラウンが登場すると。でナンバー93番の方が、はい、こちらがですねマツダ CX-5 道路パトロールカーになります ね。もうこれもね素晴らしい、ね、かっこいい方だと車で、まあこれもまたねちょっと人気出そうなね車両になっておりますね。なかなかねしっかりとしておりまして、いい感じかなと思います。でこちら通常の2種類ね登場することによりまして、廃盤がね72番の方がロータスエリゼスポーツ202ですね。で93番の方がコペン GR スポーツになっておりますので、もしねお持ちでない方はぜひお早めに買っておいてください。で下行きまして、今月はねロングトミカ、これはねもう大阪人の僕にとっては素晴らしいね嬉しいロングトミカになってますね。もう最近ねめちゃくちゃこう目に留まるようになってきたんですけど、このデザインのねロングトミカ、ナンバー129番のイスズエルガ大阪シティバスが登場しますね。はい、このような形になっておりまして、でこれまたこれ素敵なのが、前後のドアの、ね、開閉ギミックついてるんですよ。ここの言ったらこの前とここですね、この部分の2枚のドアが開閉するねギミックついてるんで、いやなかなかね素晴らしいロングトミカ期待して待ちたいかなと思います。でこちらねあの伝説のねロングトミカです。まあこれちょっと早いかなと思うんですけど、宇部興産のダブルストレーラー、こちらが廃盤になってしまいますんで、もう売り場からねほとんどねなくなってると思います。まあもし気になる方はこれもねもし見かけたらね、ぜひねゲットしてみてください。で続いてどんどん行きましょう。はい、トミカワールド、トミカタウンの日産カーディーラー、こちらがこのようなねディーラーのトミカタウン、そしてねトミカ付きということで、車両自体はスカイラインだったと思いますが、こんな感じのシルバーのスカイラインが登場します。でカーディーラー本体はこのようになっておりまして、真ん中がねこうターンテーブルになってて、可動ギミックもついているので、とてもね楽しめるものになっているんじゃないかなと思いますんで、またねちょっと発売されたらね一緒にね見ていきましょう。素敵ですねカーディーラー、本当このシリーズのトミカタウンってなんかいろいろ出てくれるんでめっちゃ楽しいですよね。で続いてがドリームトミカで、こちらがねディズニー100周年を記念しまして、全部で4種ですね。ドリームトミカスペシャルのディズニー100、これが左上からこれコレクションブルーね、こんな感じのデザインの車両です。でグリーンの方が、はい、このようになっておりまして、もうほんとそれぞれね可愛いねデザインになってて、もう見た目もねこう明るいんでなんか素敵ですよね。ブラックね、こんな感じですね。こちらはミッキーがメインという感じですかね。でコレクションパープル、こちらがこのような感じで、まあこれはロゴとかシンプルで、これもなんか可愛いですよね。でこの下の2つがちょっと何でしょう、落ち着いた感じで、上の2種がなんか派手というか賑やかな、ね、感じのドリームトミカスペシャル4種が、ね、登場しますんで、ね、これも楽しみです。でトーマストミカディーゼル、よいしょ、はい、こちらねいい表情してますね。こんな可愛いねディーゼル登場しますね。はい、このようになっておりまして、あ、そういえばカプセルプラレールがねこの新しいね顔のやつが届いたんで、またちょっと早めに紹介したいと思いますね。はい、ちょっと話それましたが、まあ、トーマストミカディーゼルが登場すると。でプレミアムとしてこちらもね注目されておりますが、はい、こんな感じでいきまして、左からいきまして、04番がランクルですね、ランドクルーザー、こちらが初回と通常版赤と黄色で登場します。ルーフはともにね白のねソリッドカラーになってまして、でバンパーとかのカラーとか、あとホイールタイヤも一緒ですね。だからボディのね色違いだと思うんですけども、こちらも要注目アイテムかなと。
で04番に関しては、廃盤はあれですね、パジェロですね。パジェロが廃盤になっちゃいますので、こちら、ね、本当素敵な車両です。で気になった方はぜひお早めに。これもかなりね、後々価値出てきそうです。でトランスポーターシリーズで、こちらね、まあ、トランスポーターの方は架空車になるんですが、真っ赤なねこの日産のロゴが、ね、入った、ね、トランスポーターと、あとね真っ白な GTR V スペックですよ。はい、このような、ね、感じの、ね、セットが登場しますね。まあ、トランスポーターシリーズも結構なんだかんだでいろいろ出てくれるんで嬉しいですよね。まあ、トランポ時代がね格好車じゃなかったらまあ最強だったんですけど、まあ、まあこの辺はね、まあ、ホットウィルとかでもね格好車多いんで、まあ、今回もねもう普通に楽しめるものになってそうな感じします。かっこいいですよね。やっぱ日産といえばなんかこういう赤のイメージが結構強いんで、この組み合わせは絵になるかなと思います。で下行って、あ、そう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 、年末ね、もうほんとど年末に登場します。12月の27日ね登場しますが、福徳トミカ、こんな感じのね6種類のねトミカが含まれております。トミカくじ形式ですね。まあ、年末に登場するんですけども、年末の運試し、そして新春年始の運試しですね。そういった意味合いで僕はね毎年買うんですけども、またねとりあえずケース買いはしてるんで、前週ね紹介した後、年明けに運試し動画とか出してみたいかなと思ってます。僕の中で今回狙いはこの辺かな、このねこうマグロだったりとか、金マグロですね、金マグロだったり、あとハイエースもいいですよね。まあ、この辺をちょっとね中心に狙っていこうかなと思います。で下行って、で販売店オリジナルトミカね、ちょっとこう左の方一回ちょっと置いといて、右の方これがね、今月一番最初に出ますね、明日ですね、トミカショップオリジナルの、ね、トヨタコースタートミカタウンドクターカー、ね、こちらが登場いたしまして、まあ、デザイン的にはねトミカショップの言ったらレボーグに似てるんかな、前に出たねレボーグの、ね、ドクターカー似てるんですけども、こんな感じのねコースターのドクターカーが登場いたします。気になる方はね、あの宝トミーモールでもまだ予約することができるんで、ぜひねチェックの方をしておいてください。で、こちらね左の方がこれトミカくじですね。今日から一応ね全国的にねセブンイレブンやイトーヨーカドーでね販売展開されるねトミカくじがねいよいよ始まりますね。いやーこれはねちょっとねいろいろ大変だと思いますが、まあ、僕はねもう何ヶ月前、5ヶ月前、6ヶ月前かな、それぐらい前にもうちょっとまあ馴染みがあるというか、その店舗でねちょっとお願いして、まあ、箱買いしております。今回このトミカくじもね回るの大変だからね、お店の方もねほんと大変だと思うので、もう箱買いさせていただきまして、はい、こちらもね紹介しようと思ってるんですけど、あのトミカのねアドベントカレンダーあるじゃないですか、まあ、それと一緒にねちょっとねくじ引き遊びとかもして、なんかちょっと今年はアドベントカレンダーをいっぱい楽しもうかなと思っておりますので、今朝ね多分僕動画出してるんですよ、アドベントカレンダーのアドベントカレンダーの、ね、動画ね出してるはずなので、まあ、それにはちょっとねまだないんで含むことはできないんですけども、まあ2日3日ちょっとまあ手に入れ次第ねちょっと毎日くじ引き、やっていこうかなと思っております。途中で方針変わったらすいません、はい。でラインナップの方でもうこんな感じでざっと出てるんですけども、これ以外に外れて言うと失礼かもしれませんが、あとねなんかタオルとかキーホルダーとかそういったものもね含まれているんで、まあ、もしねくじ引きされる方はちょっと頑張ってください。はい、またまた順番にちょっと順番に僕は紹介していきますという感じですね。とりあえず、はい、今月ね、まあ、多分もうほぼ追加ないと思うんですけども、今年2023年最後12月のねトミカの新商品をざっくりと見ていきました。本当魅力的なね車両ばかりですね、今月もね、いや目を離せないものばっかりなので、もうね本当今日からもうトミカ集めは忙しいという感じなんですけどもね、皆さんね今年最後のねトミカの、ね、ラインナップもね一緒にね楽しんでいきましょう。あともうバストミカと予約とかも結構大変なんですよ、なんだかんだめちゃくちゃ多い。でプラレールも行きますね。はい、プラレールの方ですが、新商品情報ね、今月はどうでしょう。あ、そう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 、これですね。はい、まずね S の37番の大阪メトロの中央線400系がこれクロスシート車仕様で再登場しますね。これあの前にね、まあ、中間車の部分が最初出た時に、まあ、エラー品だったので、もうそれなら多分作り変えてしまえ的な多分感じでやったんかな、どうなんでしょうね、その辺のね大人の事情はわからないですけども、こんな感じでクロスシート車仕様ね登場いたします。まあ、通常版というか、ね、一番最初に出たモデルね持っている方はあの貴重なものになってくるんで、ぜひね大切になさってください。で下行って、あ、レッドサンダーのねシルバーね、 EF510 のレッドサンダーのシルバー仕様、これもまたねかっこいいのが登場しますね。これ僕めっちゃ楽しみなんですよね。しかも後ろがねこれねロングタンク車なんですよ、ロングタンク、ブラックのロングタンクね、なのでまたね迫力ある走行とかも楽しめそうです、ね、かっこいいです。で下行っ
で、あ、そうか、隅っこ暮らしのラッピングトレインも登場しまして、でもう一つこれ何だったっけ、あ、リラックマもね登場しますんで、こんな可愛いねラッピングトレインも2種類登場すると、はい、こんな感じになってまして、まあ、ちなみにこれあのシャルタは ES シリーズのはずですね。で下行って情景セットでこんな感じの、はい、景色のねカラーレールキットということで、雪と鉄道ね、まあ、車両はね含まれないんですけども、このようなレイアウトをね組むことができるねレールのねセットが登場しますんで、まあ雪レールといえば今までねイベントとかトミカショップでしかね購入することがね、まあ、できなかったので、こういったね一般店舗でも手に入れられるね情景として発売されるのはもう大歓迎かなとね。こういうねほんと特別なカラーのこの木とかねいろいろついてたりするんで、これは嬉しいですね。トンネルもいいですね。はい、ぜひちょっとこう北陸系言ったらまあね雪景色を走る列車とかのね風景とかを楽しみたい方はぜひこちらに導入してみてください。まあという感じですね。とりあえず12月のプラレールは以上になります。まあプラレールにしては結構ラインナップもね多めなので、こちらもねちょっと僕もね楽しんでいきたいと思います。でこんな感じですね。まあということで、もうほんとねちょっと今月は僕多分毎日動画、基本ねアドベントカレンダーと普通の動画、あの朝と夕方2本立てで行こうかなと思ってます。今のところね元気があれば、はい、そんな感じでもうしっかりとね動画配信していこうかなと思いますんで、残り1ヶ月でございますがね、皆さんねほんとねもういよいよ冬でございます。体調管理などねお気をつけてね、元気にね今月ねクリスマス、そして年末年始ね元気にねお過ごしください。でもしね何かあのこれ編集時点で何か追加ありましたら、あの画像とか差し込んでおきますので、そちらの方もねよろしくお願いいたします。まあ、ということで、はい、今回ねこの辺りにしていきたいと思います。ももチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんなお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もねチャンネルにご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。